もっと聞いてね。MBS。山宏のピカイチラジオ。はい、えー、金曜日の夜9時を回りましたあ。いかがお過ごしでしょうか。こんばんは、山宏です。こんばんは、吉本新喜劇のすっちです。こんばんは、アナウンサーの古川恵子です。またなんかやっとったの。 そうなんです入ってくるなりえらいもめてたの椅子をカーんとね当たり屋のタイミングですわあれランちゃんほんまに横通る時に椅子パッとこうねこう下げはって下げたん僕もうギリギリわっとこうどきましたけどちょっと当たりましてでまた鉛筆もなくて鉛筆ないねランちゃん古川さんに貸していただいてそうそう私ペンありますんでいやもうええねんランちゃんもうそんな畳んでええねんってだから本当にそうはい 意図的かな毎朝ねそのラジオの日は「今日よろしくお願いします」来て僕は今日ちょっとあの車で来てもいいですかっつって送って、うん、でまあ,あの防弾少年団最高と、うん、はいでいつもあの血汗涙をちょっとこう変えたなんか大ぎりみたいなんでを送るんですよはい、はい、手足頭ぴったりやと思ったんですよ。涙手足 頭手足頭ってう超合うじゃないですか僕は別にそのね変な意味じゃなくて大喜利的な感じでやってるんですけどそれがどうも気に入らない寸法を追てんのにそうなんですよ寸法の問題じゃないんですよそれが気に入らんかったからそしたらはいやっぱファン心理というかねこっちはね一緒にね新喜劇も出ていただきましたしすごくいい感じでね僕はそういうふうに言うたのがちょっと気に入らんとこれはかなり引きずりますね言うてくれたらいいんですよ もう言うてくれたええやんっていうことですよ、そういうなこそ。まあまあまあ、そのいらんねん。はい。ええ、それがね、ちょっと気になってるんですけども。僕の友達もこの間飲んだ時に、毎週聞いてくれてるんで。おっ、だちゃんとあれ大丈夫なんか。っほんまに心配。そう。うん。いや、僕は全然大丈夫なんですよ。ほんまに。はい。こっちはだから、ノリは持ってるんですけど、向こうはどうもね。 本気になるというかねまあまあちょっとね見守っていきたいと思いますけど例の DVD 山本君が先週持って帰ったみたい見てるでしょうねほんで僕さっき僕聞いてなかったんですけど報告しに来てくれて感想ねえっと一番が良かったみたい一番かスチ3番です 1番っていうのは一番最初かあははは。なるほどね6つぐらいパートに分かれてる6つぐらいありますわでそのうちのスッチは3番三番6番ぐらいにね吉田豊そっくりの男優さんるんですよその男優さんが悪いわけじゃないんですけど結構有名な方なんですけどねもうこっちからするとやっぱそこがかぶってしまってちょっとこう見てられないっていうかねそうやね知ってるがゆえにねそっくりさんをいや今もね その吉田裕太がそっくりでって言った瞬間に手叩いてたんですよ見たらお受けしてましたねきっちり見たんですねミキサーの前でいや選手持って帰る時に「いや今日はちょっと見れないんですよ」とか言ったんですけど見れへんわけがない絶対見るやんとその日に見るよその日に見ます見られる環境やったらでも隣のまあ多分アパートかマンションか分からへんけど隣に家があるんでしょうねだからちゃんとヘッドホンで聞いてあげてたいいですねヘッドホンでが一番いんですよ 漏れないから、ね、漏れないですから音がね。はい。さああの DVD はあこの後誰の手にね渡るのかそうですね。うん、まあまだ報告を楽しみに待ちたいというふうに思いますけど。はい。何の話しようかなあのね。はい。飲み屋まあ酒飲むじゃないですか。はい。だいたいどんなところで飲むことが多いですか。いや普通の居酒屋とかが多いですね。ああ<ー>、はい、割とわーっとこう賑やかな感じの。そうですねあとえどうしてもそのう そんなめっちゃお酒を飲むというかお酒が好きっていうんじゃなくて、うん、食べるついでにというかなるほどメインが食べる食べるい、ね、なのでじゃあ,あのオーセンティックバーみたいなそれどういうところつまり、ね、あのがこう全部こう目帳で利き出てああいわゆるちょっと雰囲気のいい雰囲気のあるこう英国式のというか<ー>棚に洋酒がバー並んでて バーテンさんがきっちりと服蝶ネクタイかんかしてっていうベスト着てっていうそういうところあんまりいかないんですかえっとね作家さんに連れて行っていただいたことはありますねはい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 わすごいとこ知ってはるなみたいな作家さんとか割と好きなイメージ静かなところでちょっとこう濃ゆいウイスキーみたいなのそうですね濃ゆいウイスキーってまあロックでねストレートとかうわすごいなっつっていやだっていっぱい種類あるから変に背伸びして知ったかぶりせんとはい そのバーーテンダーの人に聞く方が、うん、分からへんんででいいすだって向こうはいろいろ言いたいんですもんね、うん、変にこっちの方が知ってるでみたいに言ったらもううとうしなと思われるから,るから、ね、いやただああいうところで、はい、どういうふうに時間をこうね使ったらいいのかというか、うん、お酒の飲み方もどれぐらいのスピードで飲むのが正解なんやろって思ってしまうんですよ。 こいつゆっくりやなーって思われるし一 <laughs> <laughs> を1時間からからけてたの、ねうん、そんなん気にしてまあまあのペースで飲んだらお酒を楽しみ方知らんなってこう思われてもいろいろ気になる、はい、あかんからグッて飲まうと思ってるのに、うん、変に口の中でちょっとだけ溜めてみたりこ,うこれかこれでおてんのかとか思いながら <laughs>、うん、そうなんですよね、はい、古川さんあんまりロマんもんね全くですか ほぼほぼ飲めないです。はあ、いやあのね、三保あっていうバーの名前は聞いたことありますか？三保。聞いたことない。三保知らない、ね。今年で百周年なんですよ。はあ、えっと神戸の花熊にその前身の店ができてから、はいはい、今確か東京大阪京都で十四店舗。そんなにあるんです。あるんです。でまあそれぞれに何代目ってその店を継ぐ人がいたり、はあ、で。 今年100周年周なのでで本、はい、本が出たんです単行本がサンボワにまつわるいろんなまあ話っていうか飲み屋のね、はい、で、あのー、その3カ所東京大阪京都でそれぞれ100周年のパーティーをしてて、うん、あ今日かな東京は金曜日言ってた確かまあこれ今日か明日かそれぐらいにやってるんですけど、はい、あのー。 昔キッチュさんの方だっさんでその名前の方がね関西人には馴染みあったりするんですけど、はいえっと、今週の火曜日にねあのあのキッチュさんがやってるパンニャっていうカレー屋さんが福島にあってああそこの2階の、まあ、小さなスペースなんですけど、はい、そこを使って、えー、サンボワについて語る方会であのその本の朗読 とセットにした、えーはい、で西林さんっていうあのコピーライターの方と二人でこう対談でいろんなお酒にまつわるお話をこうしてたり、はいでえー、途中で吉さんが、あのー、朗読をしたりとかって、はい、もすごくね、あのー、心地いい2時間ぐらいやってましたかね。はい、であの酒にまつわるお話とか、はい、いや僕も。 大概いろんなとこで飲んでるしと思ってたけどへえと思うようなことがあったんですけどそういうバーカウンターに伝わるでしょでの硬い殻付きのナッツピーナッツの出てきますねその中の豆は食べるとして殻どうする殻は割って邪魔ならんようにちょっとスッとグラスよりちょっと前ぐらいに置くのかな置いてね そうですねあとは「はよ引いてくれへんかな」ってこう待つみたいな「いつまで置いとくいつまで置いとんねんとほもうあまりにも引かんかったらもう人差しでパーンとやって分からんようにとかそれかもう隣のところにすっと置く置くな隣の人の前に置いてどうすんねんよう食べますな言うて「頼んでます」いうて例えば一つやったらそんなこともできますけどよくお皿にいくつも持って出てくる時あるはいはいはい そうするとまあ10個入ってたら10個分の,その殻ってそう,まあそうな,かなかの量ですねなるでしょ。はい、であの殻っていうのは基本的には足元にしてる。え床い床それはあの床がそういうなんていうの木でできたあの床の場合ですけど、ねはい、オーセンティックバーやからだいたい木のい、はい、フローリングの床なん、はい、床にこう落とす。 あの堺の有名な天ぷら屋さんみたいな感じであああさりのからねからパンとこうはい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 じゃりじゃり踏みながら店の中入っていく感じの夜中オープンするとかでしょああいうことなんですよ要はそれがいいんですよといいんですよといいのか悪いのか今となってはもうその店のしきたりというかあかん人はあかんのかもしれへんけど特にヨーロッパなんかはそれが正当な。 あの落としあの皮の処理の仕方で、<ー>これ理由があって、はい、あの皮って油分油分がついてるじゃないですか。はいはい、それを次の日にもいっぱい溜まってる。うん、それを掃除するときにその油分がその木にちょうどワックスがあるじゃないですけど。なんやろは<ー>そんなことまでおしゃれ。<laughs> なんでして。おし, <laughs> おしゃれやな。 昔ガソリンスタンドで働いてた時ね、はい、あのトラックの運転手さんが「ウーロン茶こうこれもほとんど入ってへんから掘りましょうか」言ったら「うん、あこれな窓にかけんねん」言うて「はあはあ、油膜取れるんや」言うて「はあ、はあ、うん、その時とはえらい違いやな」<ー> <laughs> <laughs> いやまあでもね、うん、あそうなんやと思ったんですけどなるほどなと。 であのカウンターがあって、はい、その木、ま、じゃないですか、はい、でその机のちょっとお客さん側にこうなんていうの手すりはないけど、はい、なんか真鍮が何かできたようなある場合はその手すりと、えー、机との間ぐらいにちょうど落とすのが一番<ー>まあそれはえっと例えばシンガポールのラッフルズホテルなんか映画にもなりましたけども。うんうん あのロングバーっていう有名なバーがあってはあ、はあ、そこはもう食べ放題の山盛りのナッツが出てくる、はあ、だからもうそこは本当にもう掃除するまで店終わる頃にへそのしに行く人はいるっていうのは前から聞いてたんやけどそれやりたいとはい、うん、でもこれラップルズホテルだけは思ってたんです、はあ、それがその店のなんか特徴やなと思った、はあ、そうじゃなくて実はそういう食べ方っていうか処理の仕方が正式ああいうのを 教えてくれたりあでもそれはどこでもかしこでもやってるわけじゃないですよね一応だからやっぱり聞いて下はいいんですかねっていうふうに聞いてお店の人がまずそれを知ってないとダメですよねそうやね本当に知らんところでやったらフローリングやぞってとあそうね玉城さん何床に捨ててんの行儀悪いで言うていらピーナッツみたいな頭しちゃ誰がピーナッツみたいな頭 いやほんまそこって気につけんとダメですね <laughs> そうなんですそれなかなかまあたしなみ方の一つとしてかっこいいですねんなんかこう一緒に行ってこうパッとやっててえ、いいのっつあ実はこうここで、うん、で言えたらね、うん、でお酒にまつわる話であのもう一つ印象に残ったのが、はい、村松智美さんっていう作家がいるじゃないですか、はあ、でこの人が言ってたらしいんやけど酒場っていうか行きつけの店っていうのは、はい、仕事場と え自宅のの間にあるのがちょうどいいと、うん、だから仕事終わってまあテンション高くなったり落ち込んだりなんかした時に酔っってて飲むから酒っていうのはや例えばそれが「もう俺も朝から仕事せえへん」って言って家にずっといたりなんかするじゃないですか、うん、で家からその飲みに行っても全然そ酒っていうのはおいしくない、うん、だから仕事終わって飲む酒が一番の たたしなみ方。ほ<う>だから、あの、そういう、なんていうかな、自分なりのルーティーンやないですけど。これ、例えば、その、まあ、仕事場があって、うん、で、家があって、ちょうど中間ぐらいがいいんですか。いやそれは別に、あの、み、仕事場の近くでもいいし。近くでもいいと。家の近くまで帰ってきてから、飲んでもいいんやけど。ははは間に、それを挟むっていうのが、うん、そういうことか。っていうね、でも、結局、そうなってますけどね。 そうやねやっぱりこう劇場終わってその特に明日のもかとか今日のもかっていう約束がないけど終わってなんとなくこう楽屋に残ってるメンバーで喋ってるうちにちょっと行くとかっていうのが一番なんか自然というか楽しいというかパターンとしてはそれが一番多い、うん、そう我々まだ現役やからですよあそうか、うん、だから仕事以外の趣味でもいいんやけど、はい、なんか死に出かけてはい でその帰りにこう酒をちょっとたしなんで帰るとか、うん、癖をつけた方が癖言うかなまあそういう習慣をつけた方がいいもんやとかねんかすごい勉強になるやっぱりキッチュさんって。 竹にねん飛んでるというか何年も,もよう知ってるわそういうとこってどんな話するんですか静かじゃないですか割と静かですよ非本に静かで20人,20人弱の小さな和室のスペースでボソボソボソっとそういう例えばあのいやああいうとこですよバーってあ,あそのバーに行った時バーって何を話すんやバーテンさんと一人で行った時はバーテンさんとしゃべるのもありやんか。例えば二人で行って 悪口も盛り上がらないというかあいつのああいうとこっていうのもあの人のさああいう部分がちょっと許せないんだよねわかるよ。うん、いや盛り上がらへんね <laughs> 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 まあガヤガヤするところでもないのあね。 三つ目見た。いや僕は一番だな。一番か。でも六番はいただけないよ。<laughs> 吉田豊に似た男優が出てくるからね、うん。でも山本くんが言ってたよ。出てくる男優さんみんな知ってました。<laughs> <laughs> <laughs> とかね。ああそうか。だから話す内容もちょっと考えなあかんのかな。<や>上品に。でもその上品にやってると髪質、うん、もつけていくようなもんやから。うん、それは自然にいけるようになったら一番。 ええ、はずやね。でもあんまりギャーギャーは言えないですもんね。まあね。だからギャーギャー言いたいときは別の店。ちょっと静かにっていうときはそういうお店ってこういろいろ知ってるといいんでしょうね。そうだね。あともう一つ参考になったのはストレスってたまるでしょ。人間人間誰しも何かしらね。多い少ないあれど。そのストレスの解消するのには別のストレスを働かせる。 別のスストレを作る例えば仕事でストレスがたまるじゃないですかそのストレスを解消するのに例えばよく寝るとか運動するとか休憩休息をとるとかっていう発散系もそうスポーツするとかそそれよりももっと別のストレス負荷をだから例えばね旅行海外旅行我々英語できへんじゃないですかとか。 中中国やったら中国やで,で,、はい、でもなんとかその観光地やったら行くためにはそのコミュニケーション取ったり<ー>頑張らんとあかんでしょう。でそれは普段使わないストレスなんですね、うんで。それを旅行やからお金払って行ってるはずやのに、うん、そうやってもう移動するのに失敗したりとかんなんとかってあるでしょう。 旅行から帰ってきたら割とこうあなんかまた頑張るかなっていうなんか,か必死でもうそれどころじゃなかった、うん、忘れてたわとかいうのありますよねあそうかそんなんあったなみたいなうんそういうことかストレスに別のストレスをぶつけて消化させることが一番いいっていう話とかんかね、えっと、ハイボールをいただきながらそんな話聞いてたら心が豊かになるっていうか。 僕も最初聞いた瞬間パッと思ったのはなんか手痛いから太ももをナイフでガンッさしてああみたいなありますよそんなんかなって思いましたわ全然ちゃうよなわけがないや痛みを散らすみたいな散らすやでもそういうことなのかなとも思いますけどねこっち必死で実際にさすわけはないけどね そういうやり方があるよとかねののええー、夜やったなっていう、はあ、で、そういうオーセンティックバーでの飲みのマナーとかとはまた別に、うん、先週ね沖縄行ったんですよはあ、はあ、で沖縄に那覇の国際通りから歩いて15分ぐらいのところに、うん、栄町ってあるの知ってる 聞いたこと国際通りかなゆいレールのえっとあれは「あんって書いて「あざと」っていうかな安い里って書くねんあざとっていう駅があるんですよその駅のすぐ近くに栄町市場っていうのがあってああ知ってるかなあ違うかもう市場よ普通のはい鮮魚店もあればなんかか市場は行ったなでもすごいなんかごちゃごちゃとしたとこで夜 みあったでしょなんせもうすごいちっちゃい店やんやらがにギュッとあったそうひしめいてんねんそこに行ってよかったなあ思って7軒はしごしたけどすごいなあ何かに入ってますね川中プロデューサーと2人でベルベルやもう次の日朝8時の飛行機で月曜日帰ってきてプイプイしてなかほんで寝ぼけてるやん で,7時になってで「あれどうしようかなバイキングとか行って間に合うかな」とかと思って「いっちゃうちゃうもう1時間後には飛行機乗らなあかんねん」って危なっもう慌ってってスーツケース物入れて、うん、で歯磨きは空港でしてなんとか間に合ったけどそれぐらいこう <laughs> なんちゅうの昭和レトロな<ー>店でもう。 完全沖縄料理屋さんがあればおしゃれなイタリアンがあったり餃子専門店がまあいいやこれがとかで6軒目に行った店が大阪出身の女の人がやってる店もう結構きれいな人だったその人が僕のこと知ってくれてたから懐かしがってくれてこの人大阪ではねみたいなこと言うてるそこの常連さんもおるやん地元の人がヨさん来てるから。 最初は調子に乗って一緒に会わせてくれてたけどだんだん面倒くさがれたみたいなもうええやろみたいなちょっとオリンピックもやってたしねテレビで知らんがな知らんがな女激しいかみたいな大阪の話すなとああみたいなちょっと空気があったんでで場所を変えてで帰ったんですけどねそういうんかそういう飲み屋も好きなんよ一回あ 全国ツアーいろいろ行くんじゃんいろいろ行きます沖縄行かへんの沖縄も行きますほ<ー>んで行って栄町行けるのかな,なんでいや、何かとバタバタするみたいですよあの時ちょうどね、うん、その時は映画祭の時やったと思うんですよね沖縄映画祭の映画祭の時にツアーも入ってたような気がするんですよではい。なのではい。その前後とかロケ入っ 行ったりとか何やったような気するなまあでも全然いけんことはないなもし飲めるチャンスがあったらそこ行くもよし栄,栄町栄える町ほほほほっていう市場のまあそういう一角がありますわ、はいね、あ<ー>もう沖縄行ったら肉っていう肉な。でもうそういう頭にもう,もう土曜日の夜は、はい、えっとひらがなで「タンヤ」っていうねタンヤ うん、松山っていう繁華街あるんですけど、那覇に。その一角に、タン屋さんっていう店が、そう紹介されて。また、川中アピールプロセッサーの二人で、そこ行って。よかったね。安いし、うまいし。タン屋さんは、な、な屋さんですか。タン。あ、タね。一応、タンがメインですけど。あの、他の料理ももちろんあるけれど。タンのしゃぶしゃぶとか。へうまい。 買った。もし覚えてたのね。うん。タンおそまでやってるんですよね、その感じやと。結構おそまでやってる感じやった。いや、そんな、そんな進行用紙にメモしたって、絶対捨てるやん。なんなん、自分、それ、今、なんか、へえ、タンヤねって。なんとなく、まず、これを、こう、ここに書いといて、後で、その携帯なり、なんなりに、こう、メモ取るなり。しますやんなるほど。タンヤはどこでしたっけ。タンは松山。松山。うん。 松山はもうほんまにあの飲み屋さんがひしめいてるとこですわいわゆるもうどの町にもある感じの盛り場、はあ、丹屋はひらがな単屋ひらがな栄町栄町栄える町栄える町なるの町ね栄る町ね絶対うつすぎる。<laughs> <laughs> 絶対うつさ。ん今の感じ。なんでわかる？エスパーかよ。エスパー。そうですね。最後動画撮って立ち上がって終わりですね。そうですね。でさあ言ってね。ダンしたってっててのはまあちょっと酒のいろんな飲み方をはいあの今週はこう詰めて。 いろんなことがあったので、はい、ちょっとそういう紹介をさせていただきました、はいはい、なかなか常識的なラインでオープニングとそうですねなんかちょうどいい感じですねちょうどいい感じこれぐらいですよね流、ね、てたらね。はい、はい、<laughs> 各コーナー今日もございます怒りの投稿街中モンスターハンターでは皆さんが街中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお待ちしています そして山本社交クラブ皆さんの恋の話職場の恋愛事情を教えてください選手はちょっと答えの出ない感じで、うん、いやー固まってしまいましたねちょっと旦那さんから「愛人作っていいか?」って言われる、うん、そうやね 奥さんはちょっとも苦痛だと思ってうすけども夜つきあうのが苦痛っていなあい言われた。まあそれもまあかましてきたのかなぐらいの感じだったんですけどとは思うんですけどね難しいなどんなお悩みでも結構でございますお寄せくださいそして「ピカイチ価値観調査これどやねん」では皆さんがこれどやねんと思うことをお寄せください私たち3人はどう思うかお答えいたします メッセージをご紹介した方には薄い頭と薄い生地でできた山広バッグをプレゼントいたしますさらに山本社交クラブでドロッとしたメッセージをご紹介した方には山広さんの直筆応援メッセージ入りクオカード MBS ラジオ FM906 だけが聴けるピカイチラジオオリジナルデザインのバッジラジオもプレゼントいたします 送って来られると何かと困るという方は、辞退希望と書いておいていただければお送りしませんのでご安心ください。メッセージの宛先は、メールの方は、山アットマーク mbs1179.com、yama アットマーク mbs1179.com、m com, ファックスは大阪06-6809-9090、90 90, 大阪06-6809-9090、 六八零九の九零九零です。番組の公式ツイッターアットマーク山一一七九。公式フェイスブックも見てみてください。皆さんのメッセージ、お待ちしております。怒りの投稿街中モンスターハンターモンスターペアレントにモンスターペイシェント。さらには、モンスターおばちゃんまで、現代の世の中には、さまざまなモンスターが出没しています。そこで、皆さんが街中で目撃した、腹立たしい行動を取るモンスターたちを報告していただきます。 東京からいただきましたアツ、はい、さんが見つけたモンスターです私は回転寿司が好きでよく食べに行くのですがそのお店はいつもいっぱいでカウンター席も隣との距離がほとんどありません、うん、私の隣に12歳くらいの女の子とそのお父さんが座っていたのですが、うん お父さんの方が咳をし始めました、えー、え風邪インフルエンザうつったら嫌だなと思っていたのですが、うん、すぐに女の子もいかにも風邪ですと言わんばかりのたの絡んだ咳を連発かしかも女の子は鼻が詰まって苦しいというのです 時間はちょうどお昼時、例にはたくさんのお寿司が回っています。うん、このところインフルエンザが爆発的に流行しているとニュースに,もになっているのに、うん、その親子の咳のかかったお寿司を食べるのかと思うとゾッとして、いつもなら10皿ぐらい食べるのですが、うん、そそくさとお店を出ることにしました。うん、風邪っぴきなんだったらお,お家で休まれた方がいいのではないでしょうか。うん、ましてや周りへの配慮というものはないのでしょうか。 インフルやノロが流行る頃には、こちらももらわないように用心しないといけないですね。かなわんですね、これは。なんなこれはかな。これは花、ほんまに家で食べてよ、そういう時はって思うね。ううね、どっち向いて咳するかっていう話ですね。うそうやな。お寿司に向かってね。いや、だから、もうすぐ隣でしょう。はい。どっち向かれてもね。どっち向かれてもかなわんしね。いややなー。うーん。 テーブル席やったらねまだまあ,あのレーンはこう横じゃないけど嫌いや,いやなあかといってすぐに席立つのもね結果それって全部に回ってるわけでしょ全部に回ってる <laughs> 隣家から気づいただけでああ知らんとね食べてるかもしれませんねんでも病は気からやないけど <laughs> なんかそう映ったような気が映っちゃうかうと思って真横はちょっと気持ち的にねこう食事楽しめないというかう そっっちばかり気になるしねまあそういう至近距離とか電車もそうじゃないですか前に立ってせき込まれたりしたりこの前もそんな話になったねそういえばねそういう時に何家にこう席立つとかできるけどカウンターはちょっとなああいますね。はい さっっっきままでタバコ吸っててしたよねっていうのはあ,あーそうやろな <laughs> 匂いは絶対分かるやろね禁煙者ってそれどういう意味でやってんねんとそれともあんたらもちゃんとしてよとそうやねあれ服につくんだよ匂いってあだからでそれってね結局こっちは嫌やから窓開けるじゃないですかはいはい嫌やなと思って窓バーンと開けてしばらくしたら。 運転席の方からここビャーン閉めるんですよ。なん <laughs> でやねん。<laughs> 自動やから。<laughs> 何してくれてんねんと。<laughs> はい。はい、ここのコントロールは私に任せなさい。うん。どうすんねんな、ほんと。ほ <laughs> でもうちょっとまたパーンとしな。し 開けたりとか開けたり閉めたり一変 <laughs> するとほんまにやり合いなったとかあります<え>無言のままあからさまじゃないですよほんまちょっともうほんま忘れた頃にまたスンと閉める、うん、何やねんこれ思ってほんでまたトントンとちょっと開けて <laughs> ほなスンと何これ何も言わない何も言わない多分もう向こうもう分かってますわもう意地の張り合いそう<ー>言ったらええやんちょっと風邪欲しいね言って いや言うとその時僕分かってやったので言うとまだ二十代ちょっとなんかいや怖いというかそりゃあるわな確かにななかなかちょいかつめのおっちゃんやって俺えらい意地張るねんなそんな運転手あんまおらへんよお客さんが開けたかったら我慢して開けますよねなんかコントみたいな本当ですねそんなそんなシーンってあんまりあんないよ あとはあのタバコもそうやけど何とも言えない匂いなそれも窓開けてまうね言えなあとんやろあの直前までホステスさん乗ってたんかなあるあるもう鼻につくやつめっちゃほんとる。自分の服にも香水の匂いつくやんそんな感じやなではもうああもう外れと思うよね外れですよね乗った瞬間ね それではもう諦めなしゃあないんでしょうけどね。ねえ窓開けたら閉められるし、ね。それはないわ。<laughs> ほんまにね。泉佐野のここばあちゃん。さんが見つけたモンスターです。はい、夫と息子の三人で焼肉に行きました。うん、注文の時にあれを二人前とか、これを二人前とかで頼みました。うん、で持ってきた時に。 醤油や醤油わさびの入った小皿を2人前ずつ持ってきました夫は客が3人いるんだから3個持ってこいと若い店員さんに注意しました、うん、それを息子がたしなめました息子曰くもう一つくださいと言えばいいのにとははは 夫は公務員の人にも注意したり言い勝つのが自慢です。<ー>息子は組合関係の仕事をしているので働き方とか現代の考え方です。なるほど夫はモンスターでしょうか。まあほんま言い方やろねそれって言い,い方やな。息子さん言ってるのは間違いじゃない。間違いないわそれやわ。あまあお互いね嫌な気はしないですもんね。 2回目は言うてもいいと思うんですよなんかその同じパターンで「すいませんもう一つもらえます?」って言って2回来たらいやあのこれなって3人やんか2回目はね二回目なちょっとでもそれでもいきなりパーンは無理ですよだからちょっとだけ言い方変えてちょっとだけ言い方変えて3人おるから2人前頼んでるけど食べるのは3人やんか3つ持ってこなあかんわで3回目それやったら「待てお前」 わかからんとなっていいと思うんですけどやっぱり1回目って多分ね2人前やったらそれを2つとかなんかあるんでしょうね店のいわゆるバイトくんやったらそうやって言われてるだけのことで別に気悪いわけじゃないと思うでバイトくんも持ってくるだけの人もおるし状況わからんとそのテーブルにただ持っていくって人もおるし。 まあでもようできた店はちゃんとそんなできるんですしね。それは店もそうやし人もそうやね。そう。やっぱりね、耳効いてるやつはね、耳効いてないのはもう注文したやつ持ってきて前の皿空いてんのになんで持っていかえ下げない。そんな時ない？ありますね。あれがね。あれができるやつってほんまになんやろもうお支援でもねそう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 ちゃんとできるじゃないですか。この間ね。 ロケである、うん、あの言ったら社長さんと一緒にこうロケをしてた時に、うん、あのなんか仕事中の女の子なんですけど「うん、あのあスチーや」うん、って言ってバーって手振らったんですよ。ほん、はい、なら社長さんがすぐ秘書みたいな方に、はい、なんかこちょこちょっと言ったから「はい、え何ですか?」って「何、うん、て言ってたんですか?」ってなんかあの「怒ってなんか言うたんですか?」って言ったら「うん、いやあの。 ヘッドハンンティング的な名刺を渡してこいとはえ要はちょっとこう興味あったらうち来てくれませんかっていうその人前でこうニコニコっとこうああいうことがスッとできる子ってやっぱりすごく<う>なかなかいないんですって。はあそうへ<ー>って笑顔でそれが自然にできる子っていうのは教えてもできへんから<う>もし興味があったらみたいな感じで。へえ いいろんななととこ見てるなあというかだからそんだけそれが普通になななかかでできないんですってそうやね確かにそう言われたらできないい子は多いかもしれない今自然と人が来た時に笑顔で手触れてニコニコっとこういい雰囲気でっていう子はもう持って生まれたもんやから、うんそ,ね、それをマニュアルとしてお客様が来たら笑顔を作ってっていう子、うん、ニコいやもっと口角上げてっていうのはもう全然いらいねそんそのお尻が。 もももうう自然とややから、うん、もう生まれもったんだからなかなかそういう子いないから、うん、も,うもうそういうのを面接で来てあできるできへんっていうよりももうええなって思ったら「声かける」って言ってました。へ 社長さんっていろいろ考えてるアンテナ張ってる行動するでやっぱりそういう接客業ってそういうのが一番大事なんやなっていうか一番に見張るのってそこなんやなって確かにな履歴書にいろいろこういうのってこんなんしてとか学位がこうだこんな免許持ってますよりもほんまにバーンと入った時にこうできるそこを見てんやろなってそういうことか

東京からいただきました受験終わったよかったなよかったさんが見つけたモンスターです、はい、最近僕はモンスターになっています<お>街でイチャつくカップルを見るとあの二人はどういう関係なんかなまさかとピカイチラジオの聞きすぎで余計なことを一人で妄想してしまいます、うん、どうしたらいいでしょうか どうもこうも別に健全や思いますよ。これはもう。全然。ほんまにある。うん。あのおっちゃんら今でもやってる今でも。親子かとか。そうそうそう。いや、親子にしたらすごいいい関係よな。いや、でも、あの感じ親子じゃないやろう。そうそうそう。あの人間観察ってほんまするよね。めっちゃするよ。あの地下鉄の中とか。ね。 女の子の方めっちゃ好きやけど男の子それほどでもないなとかねカップルの場やったらそういうのもあるしカップルやで僕が住んでるあたりって結構やっぱりその土地柄そういうお店が多いんですねああなるほど飲み屋さんとか飲み屋さんっていうよりもう一個こうるほど。でも待ち合わせしてそういうとこに行く見てたらやっぱりなんかにつかわしくないカップルやなと思ったら もうそういう方向に行く人らもおれば、戻ってくるときに、じゃっつって固定振ってすん。なるほど、なるほど、とか。そんな観察までして。見てます、見てます。見てますね。まあ、それもありですよ。だ、別にそんなも、特に受験も終わったし。ね。思う存分。で、楽しいですよ、人間観察ね。そっくりやな、この親子とか。はい、はい、はい。で、親子もそうやけど、たまに。 夫婦で顔似てる時もある。うん、とか。なんでなんでなんとかと思う。うん、でも、でも、なんか感じからして絶対兄弟ちゃうし、うん。夫婦って顔似てくるって言うけど、こんな似てる夫婦も珍しいなとか。うん、ニヤニヤしながら見てたりするしね。いかつい旦那。はい。めちゃめちゃ綺麗な奥さん。うん、で、ちょっと派手なベビーカー。うん 子供見たらどうやら女の子旦那にえみたいなねまあまあ女の子はちっちゃい時はそうやったら美人になるんです奥さんめっちゃ美人だから旦那はいかつい感じでムキムキでピチッとした T シャツちょっと火に焼けてますはい旦那に帰え。だから旦那にでええねん今は。 なっていうのを思ったりもします。ますかわいそうになと思うよ、ね。うん、<laughs> いや人間観察してくださいよ。いいみんなそうや、ね、目が養われますから。うん、逆に大事なことですよ。そうで、ん、す。はい。えー、っとラジオネーム書いてない方ですね。匿名さんが見つけたモンスターです。 ATM で入金した時に自分が入れたつもりの金額と ATM が表示した金額が1万円違っていたのであれ私の勘違いかなとは思ったんですが確信もなかったので局内も換算としていたので局員さんを呼んでその旨を話しましたその女性局員は来るなり私の後ろの方で機械がそう言ってるんでそうです。 と突きき放すような言いいい方で2回繰り返ししててて戻っていきました戸惑っまたる私のもとにいつも優しい男性の局員さんが来られて ATM を操作して今私が入れたお金を全額出して局員さんが2回私に見えるように数えて「やっぱり間違いないようですね」と言って笑顔で帰っていかれました。私がが悪いですが 私も申し訳ない気持ちで局員さんを呼んだのにあの女性局員の対応はあんまりだと思いました、うん、男性の局員さんがしてくださったことが最初からできるならそうしてくれたら私も即納得できたのに、うん、本当に人柄だととと思いいまましししたた自分も気をつけないとと痛感しました、うん、これもだからやっぱり人による、ね、だ余裕があるんでしょうね。そう 心が広いといとうか男の人はねまずその女の人は「面倒くさいの」うん「いやもう絶対そうやんねもうなんていうんかな運が悪かったと思わなきゃあねんそういう人とうに当たってしまったという,う,んもうそれを気持ちの中で引きずっても仕方がないしんでほんまに自分はもうその男性職員のようにね余裕を持とうというふうにさ。 思ったらいいんちゃいますこの男性局員さんが出てきてくれただけでも良かったですよね病気つくしたねその男の人ちゃんともう一回出して数えてほら女の人はだいぶトラブルして起こしてるね機械が言うてるんやからそうです分かっとるっちゃそれは分かった上でちょっと聞いてんねでも機械やから多分間違いないと思うあれでも絶対機械間違いないの だってピン本当のピン札が続いてたりしたらちょっと重なったりね,思うよね機械でもあるんちゃうかなと。うん、で入れてその数えてる時に別のとこには入ってないから、うん、多分まあ、うん、入れたはずより減ったみたいなのはないと思うんですけど、うん、数え間違えてまあどうなんやろ機械のことやから、うん、そんなことってあったんかなでも銀行とかそういう金融機関は。うん あれでしょ1円でも間違えたら帰れないでしょだからよっぽどそう考えたら ATM ってのは精密にできてんねやろうね、うん、両替した時は絶対見てましたけどね機械信用せずに何を見てたん数える絶対数えま,したああまあまあそうやな、うん、機械やからとはいえねもし違ったらね、うん、あのバッと出てくるじゃないですか 人の場合はちゃんとまあお釣りにしろ何にしろ目の前でちゃんとしてくれるじゃないですかそうやで一緒に数えれるじゃないですか<ー>両替とかの機械って一気にボンと出てきて「なんぼです」って言われてるけど表示を信じるのってなかなかまあただでもそれ数える時っていうのは誰がいるの向こうの人はは両両替替ででですすすか、うん、両替とかといいいいないですいないでしょう、はい、どう証明すんのだから僕信用しないんですよ。 やんかもし、はい、違っ,っ,った場合にこんな感じで、うん、いやいや機会は間違いませんからういや言う、ま、間違ってたことないんですけど、うんうん、でもそうなったらねどっちが勝つんやろってほ、うんまやねどうすんねやろそういう時って、ね、だから絶対の自信があるってことかな、うんうん、テストを繰り返して、うん、もうほんますごいそのね間違う確率はほぼないですぐらいの。ないんかな もないや。あんまり聞いたことはないよね。確かにでも使ってるうちにね。うん 劣でも一番いい機会なんじゃないですか、うん、一番いい機会っ,、ね、<laughs> ってないんやねん <laughs> や昔ね空港にいた時に搭乗券をね最後飛行機出た後必ず数えるんですよ人数分、うん、数える機会があるんですよ、うん、上にポンってのボタンピーッとでパタパタパタって数えて何枚って出るんですけど俺お客さんの数と合わへんと思って23回乗してやり直したら途中であ「あ、うん、ほら」みたいな数字変わる時あったんですそれぐらいの <laughs> レベルの機や <laughs> だから一番いい機会じゃないとそれぐらい搭乗券ってもうちょっと厚みあるでしょ<ー>さそれでも「あれ205のはずやら204」20で出るなと思って何回かやってたら「あっ205になったわ」みたいなピッタリ重なってたりすると<ー>機械の4人間違い。何回かこうトランプみたいにちょっと食ってからもう一回乗せたりしてましたよ。 じゃおお金金でもねの機今はほんでまたもっともっとよくなってるけど結局これはもうその人がなんでなんだろうっていうその不安というか気持ちを取り除いてあげなあかんからそうやって目の前でやってくれたらそれで納得やと思うそれでももう近い将来 ATM もそんなに使わない時代が来るやろね。 札に挟まんでもうね数字だけ動いていく感じでねだから買い物もまあ中国なんか今スマホでしょみんな日本もそうなっていくやろうしデンカーありがたみないなありがたみないねほんまその通りありがたみないわ本ならお年玉もそうなのお小遣いもそうなのはいお年玉ピみたいな いや <laughs> で <laughs> こっちがプル,ルンってなって <laughs> あ入ったわありがとう,がとう <laughs> そこはポチ袋に入れてあげてください皆さんが街で見かけたモンスター情報をどんどんお寄せください街、えー、中モンスターハンターでした、えー、今日の曲ですが大杉蓮さんが亡くなりましたは <laughs> いびっくり、ね、これはほんまにびっくりやねうんええ なな。ってなりましたよね、みんなうん,なんか受け入れられへんですね、はいえー、仕事した後、まあすぐにお腹痛くなってタクシーで行ってもう日付が変わった3時頃、な何て言うんでしょうん、はい、そんなことってあんのかなっていう<ー>いやーあの人は気さくな人やったですね、えー、うん。 出演者同士もそうやしプイプイ来てくれた時も、はい、あのスタッフも今日言ってたすごいこう向こうから普通に気さくに別にわざと気さくでもなんでもなく普通に喋ってくれる人間味のある人やったなっていうギター好きやったんですよね、うん、で、あのー、僕もギター好きで去年亡くなった香川亮さんとか。うん そういったあの関西フォークが大好きでね「ねあの人は、うん、で僕もたまに歌歌ってるんですよ」ってことを言ってあ「僕もたまにライブやってるんですよ」って「うん、あなんか一緒にできたいんですね」みたいな、うん、まあそれがねそんなその挨拶やとしてもやん、うん、あの人にそんな言われて「あらなんかあの人の歌聞きたいな」とかって思ってたんですよ「うん、チャンスがあれば」と思ってたんですけどまあもうなんかねそれもこう果たせなくなってしまいましたけど。うん 大杉蓮さんの「蓮」っていう名前はまあ言ったかなあの高田渉さんっていうかあのフォークシンガーがいたんですが、うんえー、その人の息子さん高田蓮さんっていうその人もミュージシャンで今活躍されてるんですけど、うんえー、生まれて蓮っていう名前を付けた時に大杉蓮さんは高田渉さんのことをこよなく愛していてで自分の、えー、名前も「大杉蓮」という芸名をつけた。 そ,こからその高田渉さんももう奇跡に入ってもう随分経ちますけれど、えーね、好きな高田さんと一緒に、まあ、ギターでも弾いて歌でも歌いながら酒飲んでほしいなというふうに思いますが、えー、今日の曲はその高田渉さんの「諦め節をいいてください山本社交クラブ さていきますかはいはい、先週冒頭でもお話ししました、うん、鈴子さん<お>から主人に愛人を作っていいかと聞かれ悩んでいますというメッセージをいただきまして、はいはい、私たちさんにどう答えていいのか分からず固ままりしたとても固まりました鈴子さんからもう1回メッセージが来ております。 ややこしい問題を投稿して申し訳ありませんい,えい,えいっぱい考えてくださって嬉しかったですで主人のことは嫌いではないです、うん、でも子供がいなかったらとっくに別れてたなと思うと愛はないけど情はある といった感じです、うん、営みが好きでないことは主人に何度も話していますし、うん、性の吐け口ではないと訴えたこともあります、うん、主人はそんなつもりはないと言いますがそう感じてしまうので余計嫌になります、うん、私はもう一生なくてもいいぐらいなのですが主人に夫婦なのに全くないのはおかしいお前は結婚に向いていなかったんじゃないのか と責められました夫婦のコミュニケーションの一つだというのは分かりますが我慢してまですることなのかと思ってしまいますたまに応じれば機嫌が良くなるのは分かっていますがどうしても気持ちがついていけません愛人を作っていいかと聞かれた時はお店に行けばいいのにと正直思いましたでも主人はお店に行くのはお金がかかるから嫌だと言っていましたそれだけが理由かは分かりませんが そして宣言以来夜求められることがぱったりなくなりました、うん、早速本当に愛人ができたのかはたまた何か作戦なのか分かりませんがおかげで夜中の喧嘩がなくなりました、うん、このまま平和に過ごせるのなら割り切って愛人を認めるのもいいかも他人に厳しく自分に甘い主人に今まで傷ついたことがたくさんあります他の女性の前ではどうなのか分かりませんが 社会勉強したらいいんじゃない、痛い目にあったらいいのにと思っております。そうですか、まあ、うんうん、なんなんでしょうね、なんで求めてこないんでしょうか。うん、もうさすがに、あまりにも手応えがないので、無理や。諦めはったのか。はい。うん、でもさ、お店に行ったらお金がかかるって言うけど。うん 愛心思ったらもっとお金はかかるんじゃないですかもっとと思いますよ倍以上かかると思います <laughs> 倍倍って基本の金額がわかりませんけれど <laughs> なんでわからへんそれじゃわからんよおいおいなんで基本の金額わからんねえ<おい> <laughs> か,からんよそれセット料金知らんがな <laughs> 何も知らんな。知って言ってないもんいやまあでもほんまに愛心作る方がお金ってかかるんじゃないですかお金も時間もかかりますしこれ怖いのが、うん 例えばその相人さんにこうとこう入れ込んでしまってねでいやもう別れるみたいになった時に奥さんが「えじゃあその慰謝料なのか何なのか」って言った時に「いやお前もそう言うたやんけ」とか「実際にそういうことがなかったやろ何年も」とかってなったらややこしういわゆる朝廷になった時にね。 その辺は鈴子さん、まあ、財布を握ってるのかどうか分かんないですけど、うん、ちゃんとしとかんとね、まあ、いいよとは言うてないんですよね言ってないですね、うん、だから変にそんなまあないと思うけどその「いいですよ」って言うたような証拠は残してほしくないですよねお前が言うたやんっていうまあでも うこう口頭で言い合ってるから、うん、まあその辺ってそのぐらいやったら大丈夫かなっていう気もするんやけど、うん、まあ嫌いではないって言ってるんでね、うん、旦那のことをだからあんまりこうに一筆書かせるとかそんなことも無理やしね、うん、いやまだ結論出ないねこっちは。どうなってるのか分かんないしそのあとご主人がどう変わるかも分からないし。うんうん 多、まあ、かれ少なかれ夫婦ってねいろいろあるやろうからどこもそれがだんだんこんなねえう溝をうん深くなるのもね,ね<え>うそうなんやったらもう本当にまあ多分鈴子さんは割り切ってはいるとは思うんですけどご主人の方はまだねねそこなんよねんでそこで、はい、皆さんにアドバイスをとお 言いままししたところメッセージが来てておりまして<う>奥様が拒否し旦那様が愛人を作ってよいかと聞いてきたいというお話にご意見したくメールさせていただきますという40歳のの男性方私は小さな会社を経営しております、うん、と言っても零細企業なので早朝から夜中まで働き尽くしで帰ったら当然子供も妻も寝ており 家族と過ごせるのは週に1日程度です、うん、なので家にいるときは子供とも遊びたいですが子供が寝た後は妻と夫婦の時間を過ごしたいのです、うん、一緒にお酒を飲んで話をして最後は営みもと思っているのですが、うん 妻はさっさと子供と一緒に寝てしまいます。一人で寂しく飲み、酔ってくると悶々とし、寝ている妻を起こして迫ったりもします。しかし妻からは、育児で疲れているからと拒否されます。その時はものすごくイラつき、寂しくなります。俺は何のためにこんなに一生懸命働いてるんやと悲しくなります。妻にも自然と当たりが強くなってしまいます。そんな日々が何ヶ月も続いたある日、 夜まで仕事を共にしてくれる女子社員と良い仲になってしまいました<ら>自分のことを受け入れてくれる女性がいるだけでこんなに気持ちが楽になるのかと男としての自信が取り戻せたような気がしました、うん、心に余裕もでき妻に罪悪感もあり妻に優しく接することができました、うん、すると私がの態度が変わったからなのかはたまた何か感付いたのか 妻から誘ってくることもあるようになりました、えー、本題に話を戻すと、うん、この旦那様の気持ちが私には痛いほどわかります、うん、お二人が言うような性欲の塊ではないのです、うん、自分を受け入れてくれる女性がいてほしいのです、うん、愛されていると感じたいのです、うん、拒否された経験のある男性ならこの気持ちはわかると思います、うん お二人は奥様から拒否されたことがないので旦那様の気持ちがわからないのではないでしょうかなんなんそれ、うん、<laughs> おそらくですが言い寄ってくる女性がいるというのは嘘だと思いますもしいるのなら黙っていきます、うん、奥様にやきもちを焼かせてかまってもらいたいのだと思います、うん、月に一回でも優しく受け入れてあげてもらえないでしょうか それだけで旦那様は愛してくれる家族のために頑張って働いてくれると思うのです。かといって嫌々な態度は出さず演技でもいいので優しく受け入れてやってもらえないでしょうかう気持ちのない女性とする行為ほど虚しいことはないのでましてや良い AV あるよなんて勧められたらそんなに俺のことが嫌なのかと一気に冷めてしまいます。奥様は我慢しして行為するかもしれませんが 旦那様も行為をできないということに我慢をされているのです。うんというメッセージです。まあ確かに。おっしゃることはすごくよくわかりますけどね。うんはい、ただ鈴子さんそのまあ、まあ、そういうことも好きではないし、うんうん、そのなんていうのかな、迫り方もあるじゃないですか。はい、求め方。はい、そこがな。 疲れてるからっていうあれじゃないですもんね、うん、本当にこういうのが苦手なんですっていうことやもんな別に、うん、そ,それが奉仕であってもあかんと思うしね、うんうん、なんでこれパタっと今ないんでしょうねほんまに愛人出てたんですかねそっちやなそれが気になるよね、うんうん、ただただ諦めたっていうわけでもないと思うけどな、うん うん、あんまりこうじれてほしくないですからね、うん、まあこの今日メッセージくださった方のおっしゃることも分かるんで分かります分かります、うん、ちょっとケースが違うからこっち余裕できてまあ優しくなれてなら向こうからっていう時もあるんですよっていうけど、うん、鈴子さんの場合はやっぱそれはないですもんね。そういうことじゃないっていう。うん うん、ただその40歳の男性の方のように、はい、もしこの鈴子さんの旦那さんに余裕ができたなら、うん、それは別によそに囲ってるとかそんな関係なく、うん、本当に余裕ができたら鈴子さんへの移り方、うん、変わるんじゃないのって、うん、そこにかけたいけどな。うん そうかそうですね完全背中向いちゃってるからなそうですねんかもうちょっとそうですねお互いにもうちょい優しい感じで話ができたらいいですけど、うん、そんなな風ででもないですよね、うんうん、とりあえず旦那さんがもう最近は何もピタッと言ってこなくなったので、うん、冷却期間じゃないですけれども、うん、一旦置いて。 その後の旦那さんのも振る舞いで鈴子さんもちょっとずつまあ気持ち変えられるんやったらまあその努力はしてみると、うん、それでも嫌やったら別に無理に応じる必要もないしとは思うんですけどな、うんうん、まあその今日いただいたねアドバイスの男性の言う気持ちはすごくよくわかりますね。うんうん ね、でも多分それは嫌やけどお酒楽しく飲んでおしゃべりしたいではもう鈴子さんの旦那さんは多分あかんのですもんね。そうそこは求めてないからね難しい難しいは難しいまあやっぱり他人同士が一緒になってね、うんうん、こう作り上げていくもんやから。 1回ボタンかけ違ったらそれをもっと戻すのも相当まあ頑張らんとあかん部分であるけれどねいや答えまだ出ませんな難しいですね、うん、なかなかこううまくいかへんもんですねうまくいかないですよバランスって取れないもんなんですねでもそのピタッと100%合ってる方がほぼ、はい、そんな夫婦はいな,いないんじゃないのうないですね でちょっとした何気ない一言がきっかけでえらい溝ができてしまう場合もあるし、うん、だから冷却期間置いて鈴子さんは鈴子さんなりに別にその営み運んはちょっと置いといて旦那さんへの向き合いっていうのはちょっと変える何がしかの努力うかな、うんうん、してもいいんかなって。 愛はないけど、情はあるって言ってんねんから、ね。まあ、そうですね。ねうん、気合い完全に嫌ではないんですもんね。うんえー、いや、でも、ありがとうございます。はい、どちらもね、ねねありがとうございます。今後、どう展開するのか。どうなのか。ね、はい。えっ、ー、と、次、ちょっと、こう。ウィウィシーの行こうかな。ウィウィシーの。<laughs> ういういの。奈良市の。こたつむり。くんですね。<laughs> くん。 はい、高校3年生の男子です。こたつむりこたつむりか。来月卒業し、4月から社会人になります。うん、僕は男子校に通っています。当然周りには女子はいません。うん、そんな僕も恋をしました。<ー>相手は毎日通学の電車の中で会う別の高校の女子生徒です。えな彼女と初めて会ったのは2年になった。直後。 彼女は毎日同じ車両の同じ位置に乗っていました、うん、ちょうど僕の定位置とほぼ間向かいの場所です、うん、最初は特に意識していなかったのですが毎日顔を合わせるうちにお互いを意識するようになりたまに目が合うと彼女ははにかんだようにうつむくのです<ー>そんな彼女が僕はとても愛おしく思えてなりませんでした、うん、一度だけ話をしたことがあります降りようとした時にぶつかりそうになり あ、ごめんなさいこれだけです <laughs> しかし僕が3年になると彼女は僕の前から姿を消しました<え>3年生だったんです1年上だったんですね<ー>僕は今でも彼女のことが好きです 名前も分からず3年間の高校生活でたった一つの恋でしたが。この最高の思い出を胸に卒業したいと思います。ういういしういし。<laughs> うわ、もう。そんな時にはもう戻れない。<laughs> んそんなことでは終われないですもんね。そんなことでは終われもないもん。んですよこっちはね。いや、もわからんままでしょ。わからんままや。もうだから。 いなくなって一年ぐらい経とうとしているんですよね。あのー、やっぱりこれを、聞くとね。はい、まあ、もう一緒の時に、うん、ごめんなさいだけじゃなくて。ちょっとね、なんか、ね。どうしたらええねんって思うんやけど。うん、高校時代の自分はそれ言えなかったですよ。ねうん、はい、そんな、目も私とか。うん、いや、やったらよかったんやけ。やる子もいたよ。男の子。でも、小田つむりくんみたいやったわ。<laughs> よう言わんかった、そういうの。 しかも別の学校で、えー、名前も知らん子ですからインチちゃのだからそれは淡い思い出として、うんうん、もしかしたらどっかで会うかもしれへんし,しね、えーうん、それはそれでまたその時はやっぱり後悔しないためにも、うん、ねちょっと大人になってますし絶対向こう覚えてますしね、えーうん、毎日のことやしそうやね仮に会わなくてもすごくいい美しい思い出ですよね、うん、はい これは。はい。毎日学校行くの楽しみですよね。<ー>あの電車にまた彼女がいると思うとね。そのぐらいの年齢からもっぺんでからやり直したいわ。一 <laughs> 年間だけちょっともっぺんそんなしたいな。ずっと戻んのはいえ。<ー> <laughs> もう一回勉強とかもまあそれもそういう部分も出てくるのかせっかくやり直したら励んで済むかも分かるいやハゲはハゲです何でやねんそれはもう決まってます何で俺のレール決めんねんそ生もそれはもうね決まってるんです決まってんのはゲはゲ。はいゲゾーンに入ってるのでその中でのいろんなレールがあってもうそこはゲゾーンですじゃあスッチーと一緒で俺も1年でいいわ1年だってどんどんまたハゲていって嫌な思いもする そこはもう一回はちょっといやでもああいう時のドキドキってほんまにもう無理でしょもうないでしょもう味わえないそういう子がいてよかったよねこたつむりくんそうです三年間に一度でもねそういうことがねそうまあでも卒業式そろそろ近づいたりしてますとほんまやねみんないろいろドキドキしてるんじゃないですかもうあんまり時間もないしねそうですでも今言うとかんとほんまに会われ せやな、うん、うわえな、えな、うん、そういうのってないね、投稿。最近なかったですね。ね、はい。ちょっとまた卒業進学のいろんなん、ね。まあ我々がちょっと濃いの欲しいねって言い過ぎたから。<laughs> <laughs> ドロっとしたやつすごくあの相談とか若い子のが増えた時に結構言うたと思うんですよねんかドロドロっとしたのも欲しいねみたいなあかんねそれはそれを聞いてた若い子が控えたのかもしれないですねいやもう若い子ちょうだいね。はい。こんなねまあコロナ禍で言ったらその若い自分は一番活躍してたのは古川さんでしたね 卒業の思い出ね。うん、いや。そんなもん。昔はでもほんまに携帯もなかったから、かあの接点がもう本間に卒業して違う学校行ったらなくなる。から、や,ねうん、やっぱそれに向けての焦りっていうのは今よりも大きかったと思いますよ。そう,そうか。はい。家の電話しかないもんね。家の電話、そうで親が出る家の電話しか。うん。確かにそうやな。うん。 今は言ううたらまいことね調べたらどこに出たりしてるかも分かるし連絡もね別に直接会ってなくても SNS でペットもできるし一瞬やもんね昔なんかな一回だけコールして電話切るとかねかけたもんのなって自分でびっくりするもうびっくりしあかんもうやっぱりおっさん出たら切るとかねあそうそうそうお父さんお父さんそれがまたまた怖いねんな声が。 <laughs> そう、聞こえるんですよ、ねうん。そうやね。いや、なかなかこだから卒業してすぐに。<laughs> うん、全然そんなんやと思ってない子から手紙は来てびっくりしたことはあります。ええ、な、自分、<laughs> そういう。経験あの,あの子、そんな風に思ってたんやみたいなのは、中学の卒業の時ありました。 ゼ俺もうどう返していいか分かんなくてそんなつもりもないって返すのも失礼やしと思ってでもうどうしたかな一回ぐらい返事書いたかなはでも全然別の学校やったんですれっきりでええなそうやって思い返せる材料があるうのは一回しがめる思い出がねうん。あそうですか高校の卒業式はすごく思い出あるのは 卒業式の前日があの合宿免許の入学式ではあ、はあ、何思ったか僕日間違えてね、うんはい、卒業式終わってから行けばよかったのに、うん、もう申し込んでもたから、うん、で入学式で福井県まで行って、うん、でちょっとだけ授業を受けて、うん、次の日帰ってきて,て,きて卒業式出て、うん、でまたあのー。 学科受けに行くから、なんか卒業した感が全くなかったです。もうバタ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 。それで良かったです。だから変にその、なんかないかなっていうのが、イランストレスで、それ、それどころじゃなかった。なるほどね。だ、そんなね、あの、忙しくなければね、まったりなんかするからね。なんもないんや、寂しいなっていうのがなかったので。あ、それや。うわ。合宿免許いけなかった。お前ら合宿免許。申し込んどきたよかった。待ってんのにないっていう。 ボタンも外して持ってたりするの、ね。のもうだから全部揃ってる。えー、<laughs> 学生服のボタン全部揃ってる。ね、あげたことないわ。あげたことない。な辛い思い出なっとるやないか。なんやねん。 いいんです。それを乗り越えて。強くなっていくわけですよ。こたつむり君にも春は来るよ。そうです。まあ、絶対新しい出会いがね。いっぱい待ってますよ。宝物やそれは。そうや。羨ましいよ。羨ましい。はい。あのね。いい社会人になってください。そうです。ね。 若い皆さんの淡い恋の話もお待ちしております、うん、恋いいのもねいやもうほんま言われたもんそれも四十代六十代の何なんとかのよう言ってるやんこれはい。え大人の恋について語り合うコーナーとか言ってるけど最近なんか悩みの相談室になってるやないかって言われたこともあって <laughs> 確かにね確かにそうですよね、えー、そうなんです悩みの相談室になってるんですよだからそこを求めてるリスナーの方からすればなん、えー、やねんと 思ってんのかなどんだけ真剣な悩みで我々が真剣に答えてても知らんがな次行けよって思ってるかもしれないなんかそんな感じやったわ僕に言う言った人もだからドロドロ系もそれからウイウイシーノもその恋について言ってね報告していただきそれもありだと思います以上山本社交クラブでしたピカイチ価値観調査これだやねイエーイ 参りましょう、はい、記録と聖八さんでいいのかなのドヤネンです<う>将棋で羽生龍王と藤井五段の注目の対戦は藤井五段が勝ちました、うん、そこでアリスのチャンピオンの歌詞のような絶対王者と新進気鋭の若手の対戦いろんなジャンルでありますが、うん、皆さんはどちらに肩入れしますか 私は絶対王者に勝ってもらって若手にもう一度鍛えてこいというような状況を期待する方です絶対王者対若い新生応援するのはどっち A 王者の方 B 新生の方わ <laughs>、うん、かりましたいいですか、はい、せーの、えー、A <え>王者王者なんですかはいこれで多分、ね 年、うん、で分かれますよね。あのね、<laughs> 自分が年取ってきたら、王者頑張れって思うようになりました。僕ね、年齢が。まあ、その羽生さんと藤井君のように、まあ、差があるじゃないですか。うん、そういう時は A. なんですよ。はい、この王者の方。記録と、はい、さんと同じように、はい、若いもんはもう一回来いという感じ。はいうん これね高校野球のように同い年だったらその場合は上昇チームよりは初出場で頑張ってるところを応援してしまうんですけど年齢が違う場合は A ですね。上の方 なんやろうやっぱりずっとこのオーディションであったりとか、うん、その賞ーレースとか、はい、まあ今でこそもうようやくねその新喜劇に入ってあんまなくなりましたけどそれでもやっぱりまだ上はいいてるじゃないですかだから下の門がこうなんとかこう上の人に勝って、うん、次の時代にっていう生活というかね、はいはい 考えてずっと来てるのでそうですね。やっぱり B ですねやっぱりスッチーはそういう今環境に今というかこれまでもあるからしのぎを削る世界じゃないですかだからそれは気持ち的には B でしょうどうしてもね。特に若かった頃は強かったでしょ強かったですねそういう思いは出ないと生き残っていかないもんね でも本当に絶対王者というか天才的な人らが常にいますからそういう人らがおるからまあまあ頑張れるんですけどでもやっぱり見てる分にははたから見てたら「いけ!」って思いますあなるほど今の若い子若いやついけってうんすごく思いますねそれはまあならではやねそう将棋とかも一緒やと思います にしても藤井聡太さんはすごいですねそうですねすごいですよ <laughs> すごいな中三ですよまだそうですね、はい、あのハブさんが、はい、また朝日入ってあのタイトルは、はい、会場にわんさか人がお金払って見に来てて、はい、でステージの上でやるんですよで,、ね、でしかも持ち時間が切れたら一分以内に絶対刺さなあかん負けなんですよ刺さなかったら、うん だからそこに持ってきて天才の中学生棋士がいわゆるもうほんまに名手って言われるあのもう歩をポンってあるところに置くだけやねんけどうわあとから置,い置かれてもう見てる人間はうわと思うねん、うん、その歩を金二枚王三どれでも取れんねんで、うん、だから置いてるだけやからこんなもん2人だったらただやんかと思うんやけど、うん、どれで取っても。 あかんやんこの後えらいことになるやん、うん、っていうようなところにポンと置くんです,置くんですか置いたんですよがこれはね一歩になりんですよ考えなあかんわけですよ、うん、その時はもう時間あったんかなそれでもなくなったらもう一歩になりますから、うん、もうそ,そのほころびができる状況を作るために歩を置いたんです、うん、それまで割と周りに王さん羽生さんの王さんの周りにはちゃんと守り駒がおったのに、うん、こう ほころびてくるから、はあ、結局それで負けたんですけどねこの間はすごいねすごいよねでもやっぱり羽生さんとかがそうであったようにう若くてねガーンと来る人が来た方が活性化するし将棋の世界もすごいでしょうね、うん、僕将棋はそんなにわからないんですけど、えーえー、強いっていうのは知ってるじゃないですかだっただからそれをこうなんやろう なんかこう CG じゃないですけどほんまに戦ってるもんみたいにできたら、うん、めっっちゃ強いいてわかるんででししょょううねねえげつないんでしょう、ね、そうやねそれが分かればね、うんうん、それぐらい今までにない方やって羽生さんが言った藤井聡太君だからそこがほんまに見えない騎士であることは確かなのででもまたそれで。 次もう一度来た時にはっていう羽生さんの思いもまた出てくるし羽生さんもそれでまた刺激されてってことですね,ですねあの天才騎士がね、うんうん、将棋はまたしばらく目が離せないですね、うん、まあシャンプーハットの哲二くん語らしたらもっと喋りますけどね<ー> <laughs> 終わらないでしょうね終わらないと思いますつ<ー>け麺の時と一緒ですわつ <laughs> け麺と将棋麺 <laughs> と将棋 <laughs> また来週 はいどうもも今日もお疲れ様でしたちょっと聞いてくださいオープニングで沖縄のお店とか、うん、まあ飲み屋の話からずっと展開してそれで「なんやメモするわ」あえてその進行表に「メモしてますわ」はいはい、一応ね、はい、手書きで、はい、それでそ,その後なんや携帯とか iPad、はい、に「メモするやんしますやん」って言ってたやん、うんうん ちゅきったん番組終わった瞬間もう覚えたから大丈夫ですって覚えたから大丈夫、うん、大丈夫です違うだって本番中はいや「今こうやって書いてるだけで、はい、終わったらちゃんと自分のメモなりに打ち込んどくから」みたいなことを言ってましたよね、はいはい、何なんその覚えたから覚えましたから江坂町と松崎の縁屋でしょ、うん

絶対残さへんやそんな紙絶対洗濯機ですねポケットの中からそれ怖いですね塊になるだけ置いてこかして置いてこかて置いていくんかちゃんとこれはほんとに栄町ちまああの行く価値はあると思いますんでで最悪あ忘れたってなったらこの僕に聞いてくれたいやあの YouTube でこのねこのオンエアれをね、ン回 聞いたら行けるってや YouTube にかんでも俺に連絡してるやっ連絡したら <laughs> ほらビって忘れてんねやろ <laughs> そんな結託そう悪いことない。それぐらいのことでな <laughs> <laughs> そうですわ、はい、まあでもあの沖縄に旅行に行かれることがあったら、うん、ぜひおすすめ多分この後もっと人気が出てきて境町なんかも観光スポットになっていくと思うんで今は地元が多いですけどね、うん 行ってみぜひ結構ねこれ聞いてあのファンの方がもここで言うとお店行ってくれたりしてるんですあそうですかああなのでまあ沖縄のでねポッとはいけないでしょうけど行った時にはあのあれですよ餃子屋さんなんかあのいろんなところから観光客で来てる若い女の子の2人組とかうん全然そんなあの健全な街なのでへえ行きたいろうそうしてくださいな沖縄 行きたいな。いいですね。ちょっと待って、何十によって。もうなんかあれみたいな十引きみたいな。こんなんなってるいや。洗濯船でも塊みたいな。これあれですよね。床にこうポンと落としていいやつでしょ。それは豆や豆の殻や落花生とかの。ちゃんとこれもこれは聞いてては行ってみたいと思います。思った。はい。ぜひ行ってみてください。じゃあ今日は失礼します。おやすみなさい。おやすみなさい。